コスモポリタニズム。国民の意思とは逆のベクトルに働いている働き方改革。これは代議士の主義者主義が強く働いた表れである。経済成長の要求からコストを収縮し、不平等な富の分配を企む。議員らは人間の生命までも費用対効果とし原査定をしている。それは政治や経営に関わるもののパンとサーカスであり、押し付けられた官僚市場体制の末期症状であります。中央集権国家は官僚制により産業社会を深く断片化し、21世紀その制御システムはデフラグできない状態まで来ました。ここに解決できない問題が積もり、悪循環が発生しているのです。日本の総理大臣が決めたことに民衆の共鳴識はなく、効果的に国民が納得できるかは困難と思われます。これでは民主的な意思の形成はなく、政治不信は高まるばかりです。このままでは私たちは何者なのか、私たちは誰に当てられたのかというアイデンティティは、近代の技術主義的で官僚主義的な社会ではますます道具的理性が強くなって人間中心主義に醸成してしまいます。自己発見たる芸術や創造性の優れた大衆文化はもはや昔話です。これら非造物への価値をなくす流れは外資参戦で破壊されました。それは日本が独立して科学と倫理の統合ができなかった現れです。近代のグローバル化が邁進していく過程では、自分たちが創造した個人的な秩序形態は喪失していく。それは全体主義が個人主義をうつもれさせていくからです。これでは道具的理性が優位し、私たちのせいまでもが支配されていきます。自国は他国をも膝元に滑る資格があると唱えるトランプ大統領は、地球市民としての共存意識が欠落している状況なのです。世界に過去のカナダのような中央組織が地方組織の機能を果たせる。連邦制タルコユニティ補完形態はもうないのです。権力を支配する者が多様性を受容しない限り、現在の政治では、利権優位なアトミズムから押し付けられるだけの世界です。各個人が自ら神聖性を高め、政治的なアイデンティティを少しずつ自治体レベルから並列して考えなければなりません。